こんにちは皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は伊豆高原桜並木のドライブです。長い桜のトンネルです。お楽しみください。最寄りの駅は伊豆急伊豆高原駅です。改札口は一つですが、駅舎への入り口は高原口と八幡の口があります。桜並木へは高原口から徒歩5分ぐらいでしょうか。私が伊豆高原へ移り住んで早いもので間もなく10年が経ちます。温暖な気候、風光明媚、観光地ですので見どころ満載、老後の生活をエンジョイしています。長い桜のトンネルは舞春の楽しみです。この通り沿いや少し奥へ入ったところに美術品、工芸品のアトリエがいくつもあります。前方に見えるのは大室山です。おいしい食堂やレストランもあります。左手少し入ったところに評判のパン屋さんルフィアージュはあります。確かパンイースト100名店にも選ばれています。桜のトンネル長いですよね。全長およそ 3km に及びます。桜のトンネルは南から北へまだまだ続きますが、ここを左折して西に向かう桜並木を見てみましょう。この地域は住宅地というより別荘地です。おしゃれなレストランがいくつもあります。私のおすすめは純席ふみです。板前さんは京都の名店で修行したそうです。たまに少し贅沢したい時に食事に行きます。ランチは比較的安くいただけます。もう一軒ご紹介いたしましょう。この辺りの脇道を右折するとすぐそこに伊豆高原おもてなし処桜があります。和食創作レストランです。桜のトンネル長いですね。まだまだ続きます。西に向かうこの道の桜並木は約 1.5km です。先ほどの南北に走る道の桜並木も約 1.5km、 合わせておよそ 3km の T 字型の桜トンネルです。どちらもバスが走っています。この辺で桜が途切れますので U ターンします。この近くにギャラリー風花があります。陶房風花による器やアクセサリー、そして心和む苔玉やミニ盆栽が展示されています。カフェも併設されています。
この辺右手に桑原博史作品館美術館ローズマダーがあります。海外や日本全国を旅して歩きながら描いた絵画の作品群です。毎週土日は石窯で焼いたパンが販売されます。この辺りだったかな。やはり右手にアトリエロッキー万華鏡館というのがあります。目玉は世界一大きな万華鏡、大型の観光バスサイズです。中に入れるんです。めくるめく万華鏡の世界は圧巻です。桜のトンネルの T 字路です。ここを左折します。この角に野坂大友田美術館があります。大友田というのは機械仕掛けの芸術品で、世界的にも貴重な大友田が展示されています。ここから500メートル先に人気のある猫の博物館があります。ここで U ターンします。下り坂です。海が見えるのが分かりますか？